雄大な山々に水面に映る景色も美しい長野県の上高地。今月9日、ここにある一行が訪れていました。全然東京と気温違いますね。違うね。だって何時出ましたっけ？2時間弱前。名古屋から車でおよそ3時間、東京からだとおよそ5時間もかかる場所なのに、こちらのお三方わずか2時間前にはまだ東京にいたといいます。一体どうやってここにやってきたの？なんと皆さん、東京からヘリコプターで移動していたんです。これを仕掛けたのはヘリを製造する川崎重工の堀井智弘さん。スマホでですね、今からデートに行くからちょっと車とヘリ呼んで飛んでいこうぜというようなこともできると思いますし堀井さんが目指すのはタクシーの配車アプリの感覚でヘリをチャーターできちゃう新しいビジネス。その裏にはある事情が。日本のその事業用のヘリというんですかね、人を乗せてお金をいただくヘリコプターが1日に1時間も飛んでないといったような、まあ平均の値がございます。でせっかく作ったのになかなか使われないというのは、これは何か課題があるんじゃないかと。実は防災ヘリやドクターヘリなど事業用のものは飛んでいる時間よりも待機している時間の方が長いといいます。その時間を有効活用したい、そう考えた堀井さんの夢のプロジェクトとは。防災ヘリやドクターヘリなど事業用のヘリコプターは飛行時間よりも待機時間の方が長いといいます。それを有効活用しようとヘリの製造会社川崎重工の堀井さんが考えたのは、本当にね、空の車が使えるようになると、もうこの今の感覚でどんどん移動できちゃうってことですね。空の車の感覚でヘリコプターを使うこと。今月、新ビジネスの実現に向け堀井さんは旅行会社と協力し、観光地までヘリで移動するプランを模索していました。渋滞が頻発する首都高を見下ろしながら、実際の旅行を想定し岐阜県高山市のヘリポートへ向かいます。富士山ですかね。見えますね。あ、見えますね。そっか、富士山を見ます。富士山、これペットとどっかに使えるときは使えるんですか？災害救助犬ですとか盲導犬とか、ああいうのがテスト的に乗せられたりはしてますね。されたいっていうニーズも今ヒリヒリ高まってるかと思うので、そのあたりは対応できるようにさせていただきます。ペットがヘリに乗ることなど、これまでは想定したこともありません。さらに新型コロナへの対策も求められます。換気システムは優れているんですか？換気につきましては約3分間で機内の空気が全て入れ替わるような状況になっていますので、大型機と全く同じような状況であると。結構今そこが大事なポイントにはなっています。そうですね。気になるチャーター代は片道およそ100万円と安くはありませんが、需要はあると見込んでいます。そして1時間半であっという間に高山に到着。さまざまな改善点が見えてきました。想像以上に快適で、しかも早いということには大変驚きました。お客様の移動の概念にまだヘリコプターを使うというマインドがやはりないんですよ、日本の場合には。知らないだけという世界だと思いますので、それを広めていくのが、私どもの役割かもしれませんし。サービスはこれで終わりではありません。上高地や高山などの観光地へすぐに向かえるようハイヤーがお出迎え。到着した後すぐにスムーズに上高地へ行く、平井温泉の街中を遊びに行くといったようなところに対して、やっぱり地元のこういった道路運送事業者さん、タクシーハイヤーさんのご協力は不可欠だと思っております。このサービスに欠かせない車両を確保するため、高山のタクシー会社と提携。地元としても大きなビジネスチャンスです。こういった方がなかなかお越しになられない
ご当地において、まあ、おもてなしというのを十分に考えながら今回取り組んでやってまいりました。こちらでは富裕層の客に向けたサービスを準備、ハイヤーとしても使える高級セダンを8台追加し、ドライバーのビジネスマナーの教育も始めました。こうした富裕層向けの観光需要を取り込もうと動き出している企業が他にも。高山市内で2年後に開業予定の会員制ホテル、例えばロイヤルスイートの会員券価格は3000万円超え。それでも会員券は7割以上がすでに売れているといいます。さらに高山駅の目の前にあるこちらの高級焼肉店では、1枚8888円のシャトーブリアンやワインの5大シャトーなど富裕層をターゲットにしたメニューを用意。ラグジュアリーな高級路線のホテルも昔と比べると非常に多くなっておりまして、富裕層のお客様がじゃあ高山でどこでお食事を召し上がるのかっていうところに、やはりちょっと今まで選択肢が少なかったので、店には VIP ルームを完備。誰にも会わずに階段を上がればそこはあなただけの空間。今後チャーターヘリの運用が始まれば、富裕層が訪れる機会も増える高山の観光地。新たな空の旅は地元にさらなる潤いをもたらしそうです。将来当たり前に存在するインフラにしていきたいと思ってます。ヘリコプターが降りたらタクシーが待ってるのは当たり前でしょというふうになる時代をですね、早く来させようと頑張っております。